はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パープルヒーローズ、じゃあ前回の続きからやっていきたいと思います。メインラウンド2勝目を挙げたところになりますので、残りは1試合ですね。ただまあ負けたら即終了なんでここはまたスケスケゴーグルを買っていこうかなと思います。じゃあ今日は自由行動、対戦グッズマート、中井くんがいるね。これここでさ、いっぱい買い物すればさ、花咲さんの評価が上がっていくね。スケスケゴーグル、よし、毎回毎回これを買っていこう。で毎回毎回評価を上げていこう。好感度が5上がった。サポートショップは、そっか、育成アイテムか。マネージャーと仲良くなろう。あ、花咲さんがいる。公園で技術ポイントアップ。花咲さんと仲良くなろう。こんなところで何してるんですか。ちょっと昔のことをね、彼との思い出の場所、別れた彼氏のことでやんすよ。きっとこの島に来たのは彼のことを忘れるためでやんす。いわゆる昇進旅行ってやつでやんす。なるほど、大人だね、矢部くん。当たり前でやんす。伊達に女の子ばっかり追っかけてないでやんす。自慢にならないよ。似てるのよね、ミカミックスくんは。え、ミカミックスくん、彼女はいるの。いるよー。そんなのいません。そっか、じゃあ誰にでもチャンスはあるわね。これは、あ、私にはないか。結構年上だからな。いや、そんなことないです。いや、全然年上でも OK です。ごめんね、気を使わせちゃって。じゃあまたね。悔しいでやんすけど、山崎さんはミカメックスくんに惚れてるでやんす。そうなの。もし告白されたらどうするでやんす。そりゃ付き合うよ。付き合うかな。でもそうなってみないと分からないよね。ぐ、そんなのどちらもいいやんす。勝手にしろでやんす。矢部くんが聞いてきたんじゃないか。年上か。お、やった、趣味職人ってきた。俺あれだ、ファーストだ。なるほど、結構いいね。守備職人のコツをもらえるのか。こういうイベントもね、把握しておきたいよね。じゃあちょっとパワーを D に上げていこう。技術はちょっと1足らんか。さあ、そして特殊能力のコツが全然だよな。守備職人レベル1だとでも89使うのか。じゃあとりあえず D になったんで、またホームラン打っていきましょう。てかこいつはホームラン打てないけどね。日野くんがホームラン打ってるからね。あれ、変わってる。ハッスル大学。お、こいつサードか。ハッスル大学って何で出てきたやつだ。わからんな。ハッスル大学野球部。それにしても、ダダダダダダ、バシ。守備範囲の広い二遊間。何？バッティングケースも、ケースじゃねえや、バッティングゲージもすごいぞ。新生野球部。ほう。他の運動部から引っ張ってきたと。東堂真昼。姉さん、次は何をやるべきですか。姉さん、ちょっとは自分の頭で考えろ。おっ、わかりました。叩きの人じゃないみたいな、みたいな。究極の野球能力は私がいただくよと。東堂流野球道発展。おお、強そうだ。ここは矢部くんの力を借りて、スケスケゴーグルをつけていこう。そうか、ピッチャーを毎回毎回変えないといけないんだよね。あー、鋼オフだ。鋼が死んでいる。すると星井くんに任せるしかないかな。スバル、さ、スバルレベル5でさ、まだこんな弱いの。みんな微妙だね。あれ、立花ってコントロール、あ、そうかそうか、上がっての能力値が反映されるんだ。まあいいや、ちょっとスバルに先発任せよう。絶好調だしね、スタミナ結構上がるんだよね、絶好調だと。で、一応野手見よう。やべ、小山くんが二塁に入ってるね。さて、4番は相変わらず日野くん強え。俺なんかよりよっぽど強え。わしを
小田切がショートで、村山外野も足りてないのか、玉置とか FFFFF だけど絶好調だね。こっちにしよっかな。打撃能力に関してはだってこの土本と変わらないもんね。いや任せよ。よしこれでいこう。調子いいやつを優先させていく。イレブン効果コンビシャイボーイって誰が発動してたんだ。すでに多くの猛者歴戦の強者が散っていき、このビッグイベントも3回戦に突入しました。3度目の奇跡はあるのか。一塁側ヒーローエナジー満ち溢れております。対するはハッスル大学、強力な指導者のもと一致団結したアスリート集団です。さあパワフルヒーロー対ハッスル大学、激闘が予想される第3回戦、先に駒を進めるのはどちらか。いざプレイボール。スバル、めっちゃ重いか、めっちゃ足踏みしてんな。大和田節馬、野球とは足であるという。スタブラから入っていった。投げました。よし、変化球が鮮やかに決まります。第3球投げました。オッケーオッケー、これで追い込みました。ちょっと顔の前を通過させよう。顔の前を通過で、スライダーで外へ逃げる球。スライダー見送って思ったけど、フルカウント打ちました。ファースト、ああファースト。これはちょっと、おい、先頭打者のフォアボールが多いな。どうだ、ダメだ。足 A とかあったらやっぱり牽制かけるべきだな。タイピングがな、クソだからな、マジスバルは。このパターン多いな。1点は覚悟しないと無理か。スタードライブはストライク、カウント1ストライク。第3球投げた。よし、キレッキレの変化球に手が出ません。スタドラで決めよう。おっしょ、空振り三振。よくやったスバル。初球はいいね。胸元厳しいところ、カウント外して、さあ3球目。ちょっと待って、スタードライブ空振り、ワンボールツーストライク。こいつ北斗に似てるな。外れた。パッと見ヒーロー先制のピンチ、ツーアウト打った、ファウル。おお、とこれはしかし OK、 ちょっとずれてたね。欲しい、まずまずの立ち上がりです。まあ、確かにまずまずだな。さあ、そんな A あるんだ。春風。スライダー。投げた。おお、際どいね。さあ次の球。打ちました。さあいいね。さあ挙手。挙手だよね。おお。これはきっと内野安打です。さあノーアウトで先制の、ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。打ちました初球打ち、ポテンポテンポテンと OK、 打撃で返す。そしてさあ初球ミカミックスで低めストライク。こいつはストレートが多いな。まあそれはそれで助かるんだけど、こいつ本当打ち上げてばっかだな。取りました。三塁は、これ自分の活躍って経験値に反映されるかな。スライダーはボール、パームなんて言ってるのか。投げました。おお、気が出ね。変化球に手が出ません。で変化球が多くなってるけど。打ちました、イエトリー。よし、宇宙間真っ二つ。これは帰ってくれる。そして日の目足だったら人類も余裕だね。早くも先制。ナイスバッティング。癖の強い勇者起動。特に謎の足を踏む。あー、これはでもどうだ、ライトへの打球掴みました。大山タッチアップ。よーし、ナイス犠牲フライ。さらに1点追加。小田切くん第9投げました。あー、これダメだ。ナイスな捕球。ここは守備に阻まれました。これで3アウト。1回が終了して2対0、ヒーローズまずは先制しています。さあさて、スライダーから入っていって、低め決まってストライク。まずは入れてきました。いいね、次はどう攻めるのか。一つ外したボール、これは完全に。よし、オッケー。欲しい、まずは三振。打席には7番バッター村山くん。インハイ決まってストライク。全力ストレートか。まずは様子見です。全力ストレートはな、
ちょっと早かったか。なんかさ、今観客席ではなかったよね。見送ってボール。さあ、勝負してくるのか。このスライダーを入れてくるか。打った。ファースト左へのゴロ。ベースカバーに入る。春風。ヒーローズ。おっと満塁。さあ、我慢のできる男。よし。ユラシンの助がバッターボックス。何？我慢のできる男。第三球を。粘り打ちを持ってるかな、そうすると。おお、外れた。さあ、次は何を投げてくるか。ああ、怖い怖い怖い。さあ、ウィニングショット。決められるか。おお、超際どい。今のってさ、本当入ってんの？カーソル的にさ、入ってなくね？いやまあ、ストライク取ったからいいんだけど、このまま試合が流れてくれれば助かるね。ブライス君。8番バッターが打席に入ります。打ちました。直球打ち。小田木ボールを掴んだ。アウト。ヒーローズ勝利を盛り取りました。パワフルヒーローズが堂々たる戦いで見事勝利しました。オッケー。もはや逆走チームの面影はありません。いよいよ、パワフルヒーローズの勝利。勝ったでやんす。決勝ラウンド進出。メインラウンドクリア。メインラウンドをいい成績でクリアしたからご褒美の商品。覚醒ノート金。何覚醒すんの。崖っぷちの切れ味抜群の世界を知る世界のスペシャリスト剛腕ホームラン王ホームラン王ではないけどね。頭脳12,600円。あ、でもちょっと赤字になってるね。結構レベル上がってるね。みんなさらばだ。まひるちゃん、誰を取ればいいかね。二遊間はね、もうさすがにあれだから、パワー型のキャッチャーか。パワー型って言っても全然弱いよな。早球はまあ持ってんのか。ほうほうほう。じゃちょっとキャッチャーを入れますか。俺のリードが役に立つのか。リードがうまい感じはしないけどな。設定し直してで変更して、あ、鋼が入ってる。やる気がないね。ちょっと鋼くん。ただ大会21日目、メイングラウンド、メイングラウンドね、メインラウンドで決勝ラウンドに進出と。究極の野球能力、掘りすぎってやつに聞いたけど誰も見たことがないらしいぞ。ほうほうほう。暇なんでやんすね。このままだと決勝で当たるのか。まだあの球打てる気しないんだけど。優勝すれば究極の野球能力。お前本当に欲しいのか。そりゃ欲しいよ。そうなの。まあお前強いからね。お前が優勝したら究極をくれって。なんでこの大会に出たんだ。そんなんじゃつまんないだろう。それで野球が上手くなって意味あるのか。究極で強くなったお前に負けたって全然悔しくないと思う。上から目線なんだお前は。自分のこと凡人だと思ってるのか。よっぽど下に見られてるって言いやんすね。お、ミートのコツとか掴むんだ。それはそれで美味しいけど、そうすると。でも結局さ、自由消耗するじゃん。コツレベル1だとあんまり減らないのかな。じゃあ自由行動なので、青葉か。対戦グッズマートとかだったら毎回あんのかな。掘り出し物のアイテム、そうだね。スーパー銭湯、調子を回復させるか。一緒に温泉で飲みしよう。よし。小田切の調子が2上がった。これめっちゃ有効度上がるな。スキル腐って。なんやねん腐って。変な本を差し入れてくれてって何。一緒にプレイができて実は感謝してるでやんすよ。称号メガネの遺伝子。称号かよ。チームプレイ丸か。メインラウンドの最終日ですね。
一応グッズマートにじゃあ行きますかね。一緒に買い物をしましょうって。いいね、矢部くん。で、スケスケゴーグルを買っておきますか。もうお金は常にこの2つだな。スポーツジム丸。決勝ラウンドは、2回戦か。レディース&ジェントルメン、ビクターの強敵を打ち負かし、ここ決勝ラウンドまでたどり着いたストロングな選手の皆さん、そしてこの22日間テレビの前に手に汗握りながら応援してくれた視聴者の皆さん、ついにとうとうやってきました。ここが決戦の地、ファイナルコロシアムです。わー、究極の野球能力まであとちょっと。その時一体何が起きるのか、私熱森宗敦も胸のドキドキを抑えきれません。感無量。でっかい石像、あれはただのオブジェだ。最近のことなんで文献には載っていません。がっかりでやんす、偽物でやんす。メインゲートの石像が本物、でこれはレプリカと。あの話って何、ニガミックス君、究極の野球能力のことがさらに分かってきたのだ。それはな、選ぶがいい。力は赤、技は青、2つを欲すれば黄金をまといし後光を失う。私のセリフを。あ、楓ちゃんが言ったんだよ。文末には究極の文字、赤と青が究極の、究極の力と究極の技、赤と青の何かで選ぶ。おいら両方欲しいでやんす。そうなれば無敵、その場合光を失う。なんだろうね。優勝チームが決まった時何が起きるのか楽しみだなと。でも大体さ、これ決勝ラウンド終わった後に最後の一試合っていうのがね、パターン的にあるんですよね。どっちがいいか、そりゃまあファーストだからね、力でいきましょう。力かな。でもそんなことを考える暇があったらもっと練習だ。なんか変でやんすね。力と技、それが究極の野球能力。俺は本当に欲しいのか。究極を目指す者たちによる究極の戦い、決勝ラウンド開始。パワーレベル1、やったー。はい、というところで、じゃあ決勝ラウンドに来ましたので、決勝ラウンドは次回やっていこうと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。